らっしゃいませ。おっとりギターです。本日は往年のヤマハファンの方、最上級モデルの入荷でございます。本日ご紹介するギターはこちらです。ヤマハ L55 カスタムです。1970年代後半にヤマハ L 四天王というシリーズが登場しました。こちらの L55 はその四天王モデルの後継モデルとなっておりまして、当時の最高峰モデルでございます。製造は1983年、当時長渕剛さんなど多くのトップアーティストの方々がこの L55 をベースにカスタムモデルとして使用されてました。憧れた方も多いのではないでしょうか。今回紹介するこの L55 はある箇所がアーティスト仕様にカスタムされております。一体どんな仕様なんでしょうか。そしてプライスのことを少しだけお話しします。今ヤマハの中で LL86 というハカランダモデルがございます。こちらの現在の新品価格198万円でございます。それぐらいハカランダモデルというのは価格は高騰してきております。こちらのモデルもサイドバックをハカランダ単板を使用しております。一体いくらなんでしょうか。動画の最後ではプライスも発表します。いくらぐらいなんだろうな、想像しながら見ていただくのも楽しいのではないでしょうか。ぜひ当ててみてください。ではこのギターのスペックコンディション、サウンドレビュー、プライス、ご購入方法をできるだけ短くしてお伝えします。では早速いってみましょう。まずボディ形状はこちらヤマハのオリジナルジャンボボディです。このくびれの部分がキュッとなっているのが特徴で、非常にセクシーなボディ形状だと思います。トップ材最高級エゾマツ、そしてサイドバック、こちらブラジリアンロズットハカランダでございます。このハカランダ、今最も貴重で高額な材として扱われております。いかがでしょうか。このワイルドな木目、もう木目フェチにはたまらない、そんな木目でございます。ネックマホガニー、シバンとブリッジはエボニーです。ブレーシングはノンスケロップドエックスブレーシング、男らしい骨太サウンド、ぜひ楽しみにしておいてください。ナット幅は約43mm で、薄めの緩い V シェイプです。バレーコードを握り込みで弾く方にも大変弾きやすいネックシェイプです。ペグはヤマハオリジナルの TM50G。 そして装飾も豪華です。まずこのヘッドをご覧ください。この L55 ならではのこのオリジナルのインレイ装飾、そしてこの12フレットの方にもインレイが入っております。ボディートップです。このダブルのロゼッタボディートリム、バックにもインレイ装飾が施されております。ヤマハの最高峰モデルだし豪華な仕様です。ホール内の革ラベルには、あのカスタム界のレジェンドとも言われ、テリーズテリーの創業者でもありますテリー中本氏の直筆のサインが入ってます。そしてこちらのモデル、アーティスト仕様となっております。どこがアーティスト仕様かと申しますと、こちらです。なんとピックアップがついております。こちらヤマハの純正でございます。このピックアップは当時アーティスト仕様で、個人の方がこのピックアップを搭載するのはかなり珍しいと言われております。あの南こうせつさん、長渕剛さん、松山千春さん、チャギ&アスカさん、ジ・アルフィーの高見沢さん、坂崎さん、そして海外ではポール・サイモン、ジョン・デンバーもこれと同じピックアップを搭載したモデルを使用しております。ですのでアンプに通した音はあのアーティストの方々と同じ音色ということになります。実は前のオーナー様、当時テリー中本さんにこのピックアップをどうしても取り付けてほしいということをお願いしたそうです。これはかなり貴重です。では気になるコンディションです。まずマイナスポイントから説明します。経年によるペグのくすみ、ネック裏には細かな打痕が点在しております。ボディの下のあたりにはウェザーチェック、以上のような使用感はありますが、製造から38年経った個体と思えば大変良好なコンディションではないでしょうか。パーツ類は全てフルオリジナルです。フレットの残りは7割以上残っておりまして、透明リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスドットにも十分余裕があります。弦高は12フレットの6弦側で約 2.5mm、 1弦側で 1.6mm と適正にセッティング済みです。サドル座もまだありますので、お好みで弦高調整も可能です。こちらのモデルはワンオーナー品となっておりまして、前のオーナー様が大切に大切
に扱われてきた、そんなギターでございます。外見のみならずプレイアビリティも大変良好ですので、安心してご購入いただける、そんなギターです。ではお待たせしました、サウンドレビューです。当時多くのアーティストの方々がこの L カスタムを使用しておりました。憧れた方も多いと思います。その憧れのサウンドとは、ぜひお聴きください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。では私なりに少し解説をさせていただきます。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。この伸とく深い低音がしっかりと体全体に伝わってきます。この重厚感は素晴らしいですね。このノンスキャロップエクスプレーシングっていうこともありまして、この骨太なサウンドがしっかり出ております。そしてこの中高音、でしょうか。このヤマハらしい繊細でこのきらびやかな中高音、1音1音の粒立ちの良さ、まるでグランドピアノを奏でてるような、そんな重厚感があるサウンドです。そしてノンスキャロップのブレーシングっていうこともありまして、このロングサスティン、このはからんだらしいバリーンとした感じ、ヤマハならではのサウンドではないでしょうか。そして先ほどもアンプに通したサウンドを聞いていただきました。いかがでしたか。ああこの音、この音懐かしいな、もしかしたら思われている方も多いかもしれません。その頃多くのアーティストたちがこれと同じピックアップを搭載したヤマハの L カスタムでテレビやコンサート、ラジオで弾き語ってましたね。懐かしいなって思われている方も多いのではないでしょうか。40年近く経った今でもしっかりと即戦力としてお使いいただけます。あの憧れだったアーティストと同じギターでございます。ではお待たせしました。プライスの発表です。こちら1983年製、当時の最高峰モデル、ヤマハ L55 カスタム、価格は132万円、132万円税込みでのご提供でございます。いかがでしょうか。高いな、思われている方も多いかもしれません。ただ先ほどもお伝えしました、このヤマハの最高峰モデル LL86 カスタム、こちらの価格は198万円です。そしてテリーズテリーのハカランダモデル、先日当店で販売させていただきました。こちらの価格253万円でした。そう考えますと、こちらの132万円は私的にはお買い得かと思います。このギターの前のオーナー様、中渕剛さんに憧れてプロのアーティストを目指したそうです。当時そのオーナー様は19歳で、このギターが欲しくて欲しくてローンでご購入されたそうです。それから中渕剛さんや中島みゆきさん、チャイ&アスカさんたちも出場したポップコーンに出場されたということも聞いております。それぐらいこのギターには愛着があったそうです。しかし今回諸事情によって泣く泣く手放されることを決意されたそうです。オーナー様はこのギターを1円でも高く売りたいではなく、このギターを大切に使っていただきたいということで、オットリーやギターのお客さんだったらきっと大切に使ってくれるだろうということで私に託していただきました。お客様は最後にこうやっておっしゃってました。このギターが青春そのものだった。そんな素晴らしいギターです。ぜひこの L55 カスタムに憧れをお持ちだった方、この動画を見て心が震えた方、このギターを大切に使っていただける方、ぜひこれを機会にご検討ください。このギターには当時の純正のハードケースも付属します。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては概要欄にございますので、そちらの方をチェックしてからお問い合わせください。
ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想ですとかご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。チャンネル登録者数が2万人になった際はアコギプレゼントさせていただきます。ですのでまだチャンネル登録がお済みのない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんにお知らせがございます。当店ではおっとりーや公式 LINE 好評配信中でございます。このおっとりーや LINE では当店に入荷したギターをこの YouTube より先に優先して配信しておりますので、アコギをお探しの方、アコギが大好きだという方はぜひご登録をお勧めします。ご登録していただければ、探してたギターが気がついたら売り切れてしまったっていうことも極力少なくなると思います。そしてお好みのギターやお探しのギターが配信されましたら、できる限りお早めのお問い合わせをお勧めします。というのもですね、人気あるギターは配信して5分で売り切れてしまう場合もございます。ぜひお早めのお問い合わせお待ちしております。ご登録方法は概要欄にありますので、そちらの方をチェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店はですね、まだまだ紹介しきれてないギターがたくさんございますので、今後のおっとりーチャンネルお見逃しなく、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで本日もご来店誠にありがとうございました。お前で切るで切るできる、だからで切るで切るで